芝山正夫芝山正夫8月13日から1952年3月15日は日本の海軍軍人、政治家、家族。最終階級は海軍少将、貴族院男爵議員、東京府出身、海軍士官芝山八八の次男として生まれる。1907年11月、海軍兵学校を卒業し、1908年12月、 海軍少尉任官。以後、海軍法術学校普通科学生、海軍水雷学校普通科学生、法術学校特殊科学生、海軍大学校宇宙学生、法術学校高等科学生として、研さを積んだ。九百十九年十二月、海軍少佐に昇進し、法術学校教官権分隊長に就任。以後、霧島法術長、道の区法術長を務め。 父の死去に伴い1924年2月20日、男尺を就職。さらに、法術学校教官、金剛副長、新井特務官長などを歴任し、1928年10月、海軍大佐に昇進。以後、第一県外艦隊司令部府、上海陸戦隊指揮官、赤木官長、横須賀鎮守夫婦、横須賀外兵団長、県日進官長などを経て、 1934年11月、海軍省将に昇進し、横須賀人事部長兼横須賀陳府人事長に就任した。以後、軍令部出資を経て、1936年12月15日に、対面、同月22日予備役編入となった。1937年9月25日、貴族院議員補欠選挙で、男爵議員に選出され、厚生会に所属して活動。 海軍航空本部外航空指導事務職宅、内閣委員、公安委員勤務、大東亜省委員、厚生省委員などを務めた。1946年4月17日に、貴族院議員を辞職した。ありがとうございます。